スパイ大作戦は1966年から1973年まで放送されたアメリカ合衆国のテレビドラマ。毎回1時間枠、全171話。日本では1967年4月8日からフジテレビ系列で放送された。アメリカ政府が手を下せない極秘任務を遂行するスパイ組織 IMF メンバーの活躍を描くアクションドラマ。現代のミッションインポッシブルとは実行不可能な指令。基本的な話の流れはリーダーが当局からの指令を受ける、リーダーが作戦を立て、作戦に参加するメンバーを選ぶ、打ち合わせ、作戦開始作戦終了である。指令の伝達において、当局の人間とリーダーは直接に会わない。リーダーは事前に何らかの連絡方法で伝えられた指令伝達場所に出向く。そこにある写真を見ながらレコード、または小型オープンリール式、テープレコーダーなどに録音された指令を聞く。指令の最後には、例によって、君、もしくは君のメンバーが捕らえられ、あるいは殺されても、当局は一切関知しないからそのつもりで、とのメッセージが入っている。指令が終わると、なお、このテープは自動的に消滅する。というメッセージと共に仕掛けられていた爆弾が起爆したり、発火装置が作動し破壊される。例外として、焼却施設の側や水上などテープの処分が容易な場所で指令を受ける場合、リーダーにテープを処分するようメッセージが変更されている場合もある。指令がなく活動することもある。スパイ大作戦のエピソード一覧のページ参照作曲、ラロシフリン日本ではテレビラジオの番組中などで作戦等を実行するようなイメージの場面等ではスパイ大作戦のテーマ音楽が使われたり、オープニング映像での導火線にマッチで火をつける映像を模した映像が使われたり、日本版のオープニング映像でのナレーションや指令録音の後半部分を模したナレーションが使用されることも多い。いずれも日本標準時。日本では第2シーズン、黒の壊滅命令を再編集したものが、スパイ大作戦、バラの秘密指令のタイトルで1968年に劇場公開された。北米では、ビデオカセットの衰退期にビデオソフトが限定発売された。日本国内で発売されたビデオソフトでのエピソード順は、アメリカでの放送シーズン、放送話数に準じている。ビデオテープでの販売等に関しては、放送順ではなく、第2シーズン以降の作品がビデオ化されているものが多い。2010年2月9日に、デアゴスティーニジャパンから DVD 付き分割し、週刊スパイ大作戦 DVD コレクションが発売開始。第2第7、第1のシリーズ順で全エピソードが収録され、2011年9月27日に最終第85号が発売された。ありがとうございます。